コスエロデアラルコンは、スペイン・マドリード州のムニシピオ。スペインの首都マドリード中心部から約10キロメートル西にあり、マドリード大都市圏に含まれる。2017年の人口は85,605人。過去数十年に築かれた低密度の住宅地が広がっている。北西30キロメートルにグアダラマ山脈があり、マドリードよりも山脈に近いため、 ポスエロデアラルコンの機構は、マドリードより霊涼である。マドリードアメリカンスクールは、ポスエロデアラルコンの自治体域にある。高等教育では、マドリードコンプルテンセ大学のソモサグアスキャンパス、マドリード工科大学のモンテガンセードキャンパス、スペイン国立通信教育大学などがある。かつてアマゾン .com のスペイン支社は、ポスエロデアラルコンにあったが、 2017年にはマドリードのプラドビジネスパークに移転した。2000年から2010年まで毎年9月にはマドリード国際アニメーション映画祭が開催されていた。ディビシオンデオノールなどに所属するラグビークラブの CRC ポスエロマドリードはポスエロでアラルコンを本拠地としており国内リーグ優勝5回国内カップ優勝10回の実績がある。メトロリヘロの 路線マドリード大都市圏の環状道路である M-45 線、マドリードから西部郊外に伸びる A-6 号線はポスエロであるアルコンで交差している。交差部付近には複数の総合病院、ショッピングモール、百貨店のエルコルテイングレス、富士通スペインなどが進出している。トラムのメトロリヘロ2号線はポスエロであるアルコンのベルナ駅を起点とし、傘で、 カンポの西端を南に走り、マドリード・ラティーナ区のコロニア・ハルディミ駅に至る。通勤路線のセルカニアス・マドリードは、環状線の C-7 号線と、郊外に伸びる C-15 号線が、ポスエロでアラルコンを通っている。サンタマ・リアデカナ協会1979年に、民主化後発の自治体議会選挙が行われてから、一貫して、保守政党が議会の運営を担っている。 サッカー選手のクリスティアーノ、ロナウド、ラリードライバーのカルロス・サインツなどは、ポスエロデア・デ・アラルコンに居住していたことがある。1981年から1982年まで、スペイン首相を務めたレオポルド・カルボソテイロは、2008年の死去時にポスエロデア・デ・アラルコンに居住していた。2010年にはサインツが、ポスエロデア・デ・アラルコン初の名誉市民に推挙された。 ポスエロデアラルコンの生活水準は高く、住民の平均所得は、スペイン国内でも、有数の高さである。建築家のフェルナンド・イゲラスが設計した、サンタ・マリー・アデカナ教会は、1999年に、エウロパ大通り沿いに竣工した現代建築である。ありがとうございます。